放送席、そしてホークスファンの皆様、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは5回決勝スリーラン、栗原陵矢選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずはあの場面を振り返っていただきたいんですが、同点に追いついて、そしてランナーを2人置いて打席に向かう意識というのはどうだったんでしょうか。まあ、でもチャンスだったので、積極的に振りに行こうという気持ちで打席に入りました。あの一発、手応え含めていかがだったでしょうか。そうですね、芯に当たったので、入ってくれと思いながら、走ってました。本当にチームのゲームの流れとしても本当に大きなところに出た一発でしたね。そうですね、まあ、追加点が取れてよかったです。栗原さんご自身もこのところバッティングで悔しい思い、それからゲームとしてはスタメンから外れるといったところで熱い思いもあったと思いますが、そのあたりいかがでしょうか。やっぱり悔しかったですし、今日スタメンって言われて、なんとかしてやろうというか、チームのために一生懸命やろうと思って、試合に出ました。この一発きっかけにしていきたいですね。そうですね、毎日試合があるので、また切り替えながら頑張っていこうと思います。それでは最後に明日のゲームに向けてホークスファンの皆さんにメッセージをお願いします。今日は応援ありがとうございました。明日も試合が続きます。また勝てるように一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローは栗原選手でした。ヒーローインタビューはホークススリーランホームランの栗原選手でした。やっぱり一旦ずっと状態が悪くてスタメン外された、スタメン今日やるぞって言った時の気持ち、そんなもんやっぱ伝わったんでしょうね。そうですね。